でございます。皆さんいかがお過ごしでしょうか。もういつの間にかね、私がショールームをしない間に9月になってしまいましたけれども。ねえ、なんかさ、9月だからさ、もう秋だって言ってね、みんなそろそろ秋めいてきたんじゃないなんて言ってましたけれども、本日もね、私外出ましたけど、暑いったらあれしない。ね、もうまだまだ夏だよっていうことでね、もうそろそろね、まあ秋めいちゃってもいいんじゃないかなって思ってますけれども、かなり太陽はさん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 言うてますけれどもね めちゃめちゃ暑いよね。ねえ、まあちょっとは確かに8月の時とかよりはちょっと落ち着いたかもしんないけどね、めちゃくちゃ暑いよね。ね、もう全然秋めいておりませんけれどもね。もうとにかくこのショール配信が久々ということで、皆さん本当に大変長らくお待たせいたしました。もう前回ショール配信いつやったかって思い出そうとしたんですけど、思い出せないぐらい久々ということで、お久しぶりです。おはようございます。まあちょっとね、皆さん何していたんですかと。私はもうね、ショールームをしてない間にいろいろありましたから、もう今日はもう何から話そうと思って、ちょっとさすがにありすぎたので、ちょっと皆さんが聞きたいこと今日募集して、この時のこととかどうだったとかいろいろ聞きたいので、ぜひとも皆さんちょっと質問していただけたらと。はい、何でも答えますから、答えまするっていう感じではあるので このね、ちょっとやる気もあるので、ぜひともちょっとね、20時までさせていただこうかしら。いや、そう、めっちゃあるよね。そう、北陸でね、そう、輝きフェスも出たしさ、出張公演もあるしさ、もうめっちゃあんじゃんみたいな。何から話せばいいわけ？あなたが有名な輝きちゃん、そうです。もしやそこから？ そう、輝きちゃんもね、今週輝きちゃんの旅、永平寺小編、しかもなんか謎に修行編ということで、めちゃめちゃ面白い旅になってるので、ぜひとも土曜日、YouTube にもね、県外の皆様も見れるように、公式 YouTube、FBC の公式 YouTube にも、輝きちゃんの旅、載ってますので、ちょっと今のうちにね、見てない方、まだちょっと、あんま知らないなーって方はね、今までの歴代の輝きちゃんの旅、すべて載っておりますから、ぜひともご覧ください。私が噂の輝きちゃんです。今はちょっとね、ダーク輝きちゃんって感じで、輝いてる様子はないんですけれども、はい。見てくださいね、皆さん。ちょっと、何を聞きたいの？てか、私はまずどこから話してないんだろうか。ちょっと、どこからなのかしら？一人思いめちゃよかった。嬉しい。やったぜ。やったやった。そっか。じゃあ、まずやっぱ輝きフェスが気になっているのかな？それとも公演ラスト？劇場公演ラストからか。わかった。じゃあそこから話させていただく。わわ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 
じゃあそこから話させていただくね。はい、じゃあまず劇場公演ですよ。劇場公演は私はね、僕の採用公演の最終回というか千秋楽ですね、千秋楽に出させていただいたわけ。そうで、千秋楽に出させていただきまして、私の千秋楽が8月30日の僕の太陽公演だったんですけれども、いやーどうでしたでしょうか。もう僕の太陽公演私大好きだからさ、伝わってるかなみんなに、この愛をちょっと伝えたくて。そう、本当に大好きだったのね。なぜかというとね、まずあの公演で私はユニットがね、そもそも、いやユニットよりポジションがね、ポジションが B ポジといって、あのユニットで言うと日暮らしの恋の黒とひまわりの人だったの。だから完全に歌面っていうのかな、ユニットがどっちも歌中心のユニットだったし、あとポジションも下口ひななさんがやってらっしゃったポジションにつかせていただいたから、
今回多分ね、ひななさんがプロデュースしてるのかな、若干てか、そう、ひななさんもうだから超もう訳すと超絶大事なポジションを任されたわけ。 OK、 それ私もさ、最初さすがにさ、 B ポジやってほしいですって言われた時にさ、さすがにお手上げだよ、両手上げたよね一回、みたいな、私はですかみたいな、じゃあ、あれですよね、日暮らしとひまわりのポジションですよねみたいな言って、へえ、そんな私には務まりませんわなとか言ったんですけれども、そのマネージャーさんがさ、いや、ひゆかちゃんならやれると思うからってね、こんな前髪になりながらも真剣な顔で言ってくれた、くださったわけ。だから、はあ、そんな思いがあるのならばやらせてくださいっていうことでね、頑張ってやったんですけれども、まあね、もう最初はそんなね、全然もう下手っぴでしたよ。そうでもね、どんどんやっぱりやるにつれて、すごいやっぱり曲の始まりの出だしの歌を任せていただいたりとかがやっぱり僕の対応公演多かったから、すごい自分の中でも、あ、次の公演こうしよう、こうしよう、今回これだったからこうしようみたいな、毎回公演ごとに発見があった公演だったなと思うし、一番そうだし、自分自身もその歌とかもそういうね、あんまりね、今までその歌を人前で歌うみたいなことがあんまなかったからさ、そうだからやっとみんなにもね、あ、ひゆかちゃんってこんな歌声なんだとか、結構歌好きですよって方もね増えまして、まあ、ありがたいことにね、それを見て好きになったよって方もいらっしゃったりとかして、本当になんか私の全てを成長させてくれた。あと MC もね、そう2人 MC があるのよ、そうだから先輩と絡んだりとかさ、そうなんか本当にめちゃめちゃレベルアップさせてくれた公演だったからすごい好きだったし、あと演目、そう公演の曲とかもめちゃめちゃ大好きで、そう、まあ、私名前にね太陽の陽がついているので、まあ、まさに太陽なんですけれども、ということで本当にねめっちゃ好きなの僕の太陽公演、もう曲も大好きだし、雰囲気とかなんかすごいさ、まあ、見てる側の皆様もすごい元気もらったと思うんだけど、これでパフォーマンスをしている私たちもめちゃめちゃ元気が出たのよ。なんか披露してる私もさ、歌いながらというか、お、和幸さん、ありがとう。何これ、何タワーっていうの、クマタワーかな、クマタワーだよね、クマ王冠タワー、ありがとう、ありがクマタワー。和幸さんもね、ありがとうね、見に来てくれたりとか。和幸さんはどうだった、何の公演が好きだった。そう本当にね、めちゃめちゃいいよね。で、僕の太陽公演って本当にいいんだよね。うん。めっちゃいいよね。わかんない。そう。和幸さんは好きだったかしら。僕の太陽公演。太陽になれてたかな、私は。みんなの。冷房つけました、ちょっと熱がね太陽になっちゃったのですみません。あ、好きよ、だってありがとう、よかった。そう、私も大好きなの、もう前髪がこんなになっても話したいぐらい大好きなの。そうだから木体さ、なくなるって聞いてさみたいな、私の太陽がなくなるってなって残念になったんだけれども、うんって感じ。でもそう本当にさ、そうで、そのポジションだけじゃなくて、私は、まあ、結構ね終わりギワギワキワキワなんだけど、 G ポジって言ってアイドルなんて呼ばないでのポジションと、あとディフェンスか、愛しさのディフェンス、うん、ポジションも覚えたりとか、まあ、本当にね、私がなんか今までさ、まず公演に出ることもありえなかった私だったのね。自分で言うのもなんだけどさ、福井キッズだったからもうずっと福井にいたので、もう公演、劇場公演なんて出れませんよってなってたりとか、
そう、こんな私がさ大好きになったポジその公演を大好きになってニポジも覚えて、そうって思うとさ、なんかやっぱりありがたいよね、成長させてくれた僕隊には。そしてもう私にとっては上京して覚えた公演がそれだったから、すごいなんかな、思い出いっぱいだし、亡くなったのすごい寂しいんだけど、でも8月30日の僕隊は今までの思いを込めて披露できたんじゃないかなと思うし、でもさ全然なんか終わる気しなくてさ、やってもそうなんか未だに終わってない気持ち、そろそろ僕隊電話かかってこないかな、やっぱり僕隊出てほしいですみたいなねっていうぐらい僕隊大好きです。でみんなも本当に大好きだよね。結構私のことを劇場で見て好きになったよって方は、僕隊を見て好きになったって方が多くて、そう、まあ、目立つポジションっていうこともあるかもしれないんだけど、そう僕隊ってやっぱいいんだよね、いいの、うん。だから僕隊なくなったのめちゃめちゃ寂しいんだけど、まあでもね今現在ね出張公演で、今日は誰に恋をする公演もやってますから、まあ、そちらも私大好きなので、もう公演なんてねもういくらでも出させてくださいということで、で僕の太陽公演は本当に悲しいけど、でも本当にねみんなと思い出を作った、思い出ある公演ですし、よっとヒロさん、タワーありがとうございます。えヒロさんはどうですか、めっちゃ良かったよね僕隊って、うん、2人 MC も楽しかったな、先輩とさやってさ、優しかったのよ先輩、ありがとうねヒロさん。ヒロさんはありがたいありがたいようかな、多分ありがとう、嬉しい。そういや僕の太陽ってめっちゃいい曲なのね、そもそもそこからまずそこからっていう話で、僕の太陽ってめっちゃいい曲じゃないですか。私その僕の太陽公演に出るってなってから、申し訳ないんですけどその曲を知りまして、まあラストの曲じゃないですか、もうさえみたいな、なんか私の曲かなって思うぐらいには本当に大好きになっちゃって、めっちゃ好きなんですよ、天才だよね、あの曲天才だよ、なんかだって僕の太陽だよ、だって私にとってはみんなが僕の太陽っていうか、私の太陽っていうか僕の太陽じゃんその思いが素直にちょっと伝えられる楽曲と言いますかだと思うね、うん、ありがとうね本当に聞いてくださった皆様、伝わったかしら、君だけが僕の太陽つるる、めっちゃいいじゃん、え、ちょっと、え、しかもそう、めっちゃ泣けるよね、そう、で、しかもさ、最後さ、こうやってラララララでさ、みんなで回るじゃん、え、泣きそう泣きそう、あの時やばいのよ、なんかみんなのさ、笑顔とさ、あとあのちゃんと回るから上下もセンター全部見れるのね、もうみんなの顔が見れてさ、神がかっているよね、うん本当にそう、あの曲は神がかっている、天才曲ですあれは、いやあれちょっとないいよな、たまにたまにとかもう結構聞いてるもんね、終わってからなんか恋しくなっちゃってさ、めっちゃ聞いてるよ、もう聞きながらちょっとなんか手が出そうになるもんね、ダメじゃん電車の中だから抑えなきゃみたいな感じで心はなってます、うん、
そんな感じだから僕隊はね、でも本当に出れてよかったなと思うし、千秋楽もね、高見菜さんが来てくださった回にも私は出演させていただいたりとか、そう高見菜さんにもさ06世代って言っていじってもらったりとかさ、なんかって感じだった本当に。しかもさ、私はさ高見菜さんをさテレビで見ていたわけ。テレビ越しにさ、わー高橋みなみさんだってなっていたの。そしたら今では横にいたのよ。自分でもわけが分かんないよね。えこれはほんまに現実ですかねっていう気持ちでずっと立ってた、うん、あとあの煽りもさ、テレビだろ。でもさ、あの煽りを聞く前に私は知っていたの、高見菜さんの凄さというか、もうヤバ凄さを。あのさ、ゆきりんさんのさ卒業コンサートにもさいらっしゃってたの覚えている？リバーでさ登場された時あったよ、 AKB って。あの時さ会場揺れたんですよ。これガチです。これはガとチと書いてガチです。マジで揺れました。あの私は裏でね来たと思ってたんだけど、もう揺れたの。みんなでうわーって会場が、うちもうわーってなって、もうみんなのね叫び声がもう地面を揺らした。これはガとチと書いてガチでございます。もう本当にで、それを知ってるからやばいと思って、これはまた劇場が揺れるぞと思ったら揺れました。はい、揺れるぞと思ったらもうグーおわおわって、もう私までもはーっとなって、めっちゃかっこよかったな。本当にかっこよかった、本当にかっこよかったんですよ。なんかもううわーって、誰にもなんかさ煽りってさやっぱするじゃん。で私もしたことあんだけどさ、あんななんかさ熱量でさファンの人も来たーみたいな、あの盛り上げができるのはやっぱり高見菜さんだけだよ。誰目線ってことで、もう本当に思いましたね改めて。もうそうですそうですみたいな、それですみたいな感じの感じだった。語彙力失っちゃうぐらいね、最高でした。 AKB も歌えてね、 AKB48 ね、秋葉原48、もう私もおもうファンの気持ちとでしたファンの気持ちでした。そうだよ、私ももういつしか高見菜さんのようにもう会場がパッと湧くぐらいの煽りができたらいいなって思ってます。頑張ります。うん、頑張らせてください。って感じでね、そうそんな感じで8月は終わり、そこからよ9月1日、そうかリニューアル前最終公演だね。それはねめちゃめちゃ話させてほしい、それめっちゃ大事。あのリニューアル最終前公演ということでね、まずオープニングから私が出させていただいて、パーティー、初パーティーでした。はい、あの先輩方がね多分パーティーが始まるよ公演やられていらっしゃったと思うんですけれども、私は初めてパーティーを始めました。はい、初パーティー始めということでしてね。はい、でもあの歌めちゃめちゃ可愛いですね。パーティー全てを忘れてた。でも本当にあれは良い、うん、なんか始まるよって、初パーティーってパーティー、うん、最初のさチチチチチパーパーティーってあるじゃん、あそこ私パーティーってやった、うん、アゲだったね。ちょっと緊張した、初パーティーだったし、うん、前楽しかったし、その後はジュルルルドゥーン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 、会いたかったじゃんということで、会いたかったもやらせていただきまして、そこから連続でねパーティーが始まるよ、会いたかった、そこから誰かのために、誰かのために、誰かのために、
誰かのために3曲をね連続で出させていただきました。めちゃめちゃなんかさ、誰かのためにもうめちゃめちゃいい曲だし、なんか AKB って改めて名曲揃いと言いますか、なんか私も歌いながら歌詞が響いたりだとか、うんって改めて思ったのよ。本当に素敵よね、めっちゃいいよね。わかる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 、めちゃめちゃいいよね。そうだよ、そんなグループに入らせてもらった、入れたっていうのもすごい、改めてすごいありがたいことだし嬉しいことだし、あとそんな名曲をさ今も受け継がせてもらって、歴史ある劇場に立たせてもらって、リニューアル最後にさ、そうありがたいよねって思いながら披露しておりました。でその後ですよ、その後ユニットと言いますか、ユニット恋愛禁止ジュエリー、 yes 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 yes、 やばくない？私まず恋愛禁止条例実は一度やったことがございまして、多分チームメイトの茨城かなだと思います。前座でやらせていただいたんですけれども、その時はねワンハーフだけだったから、そうちょっとだけだったんだけど、めっちゃ嬉しかったの。本当に私結構ああいう曲調とかちょっとかっこいい曲調とか大好きなので、まさに来たぞと。しかも3人だったからさ、その中に選ばれたって、頑張りますって感じでね。そうしかも私の他の3人だから、私1人目じゃん。でその後の2人どなたか皆さん分かりますでしょうか。もうね、私は逆にちょっとね並んでいいのかなっていう感じでした。うん、気持ち的にはね、まあでもちょっと選んでいただいたからにはね頑張ろうと思ったんですけれども、そうなんですよ、そうまさかまさかのめちゃめちゃスタイルがいい千葉エリーさんと長友あやみさんと私の3人でやらせていただいたんですよ。噛みました。やらせていただいたんですよ、えみたいな、え並べないよってなったんだけども、頑張りなさい日向っていうコブをね、聞こえますかってやって、いや頑張ろうって頑張って頑張りました。でも本当に嬉しかった。しかもさ、オリジナル衣装だったのね。めちゃめちゃ嬉しい。めっちゃ、しかもさ珍しいパンツスタイルだったの。私衣装でパンツスタイルってあんまり、多分私の記憶上 1,2 回目とかだったかな。だからめちゃめちゃ、まずもうそこからもう気持ちが高ぶっておりましたしね、ヘッドセットで、うわー、めっちゃ良かったな自分で。めっちゃ良かったよね、恋愛禁止条例めっちゃ良かった。ドゥーン、ツッ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 、そうあれ始まりが大好きで、私一人ずつスポットライト当てられるのよ。なんかドゥーン一人目、ドゥーンドゥッド二人目、ドゥーンドゥッド三人目、ドゥーンチュ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 ンってなるんだけど、めっちゃ嬉しかったです。私二人目だったんだけどさ、一人目当たってるって思いながらツーンツッ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 やりましたわ。本当に良かった、自分で言うのもなんですけれどもね。でも結構自信満々に踊れたので、良かったかなと思います。うん、ドヤ顔でちゃんとできたんじゃないかなと思うし、あとすごいダンスが好きなのよ、恋愛禁止条例の。なんかしかも急に踊り出すのよ、感想でね。なんか全然全然ソロパートがあるの、そこもね、えめっちゃいいね、めっちゃいいわ、よかった。なんか結構さ
私エゴサーチが趣味ってずっと言ってるんですけど、エゴサーチももちろんしたんですよ。そしたらさ、ひゆこちゃんいいじゃんって、よかった本当にありがとうございます。だから本当になんかありがとうございます。うん、ありがとうございました。本当にいいね、いい思い出ができましたよ。うん、あと歌も大好きです。なんか大好きが溢れました。だから堂々とパフォーマンスできた気がします。うん、はい、そんな感じです。あとは後半戦出させていただいたりとか、シアターの女神もね、あ、そう、シアターの女神あれ初衣装だったの。私結構みんな来たことあるよって方多かったんだけど、私はあの結構ね、結構ね、うん、めっちゃ可愛い衣装を着させていただきまして、私黄色担当でした。私結構黄色任されがち、黄色に見える私って。あのオープニングの衣装も黄色だし、あの新衣装のやつね、ベレー帽のやつね、だしシアターの女神も黄色だった。最近黄色多いよね。うん、そう、でもシアターの女神も大好きな曲、シアターの女神大好き、あれも大好きなの。めっちゃ良くない？ね、テレビやグラビアより輝いた君が好きだって、劇場に立ってる君が一番輝いてるよってことじゃん。そうなんですよみたいな、え、そう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 って分かってるねって思った。本当になんかさ、うん、いいよね。そうなんだから、どこにいても結局は劇場に立ってる君が一番輝いてるし、そんな君が好きだよってことでしょ。しかもさ、めっちゃ A メロとかもいいのよ。なんか2A 私歌ったんだけど、毎日レッスンをして努力をして、ん、毎日レッスンをして誰より努力してるだで、いつかは君の夢が叶いますようになの、めっちゃなんかそうだよね、ファンの方の気持ちがなんか代弁されてるよね。めっちゃいい、毎日レッスンをして努力をしている、 誰より努力してる、そうなの。しかもそれをなんか分かってくれてんだみたいな歌で、なんか私も踊りながら、え、そうですそうですみたいな、でいつかは君の夢が叶いますようにって、エンジンでも言うじゃん、みんなの夢が叶いますようにって、チーム B さんのさ、うー、めっちゃいいめっちゃいい、泣いちゃうよね。うん、いや本当に、しかもどこにいたってハートは釘付けさ、どこにいたって見つけるってことでしょ。え、どういうことどういうこと、めっちゃいいじゃんっていう、見つけてください皆さんも、ぜひ絶対ね、いや絶対見つけてくださいね。それ発見 TV なので、ぜひともよろしくお願いします。いやもう本当にいい、うん、シアターの女神もいいね、くーちら、もう本当にだからもう私も毎日レッスン頑張ってるので、でもさ誰にも見えなかったりすんじゃん、やっぱりファンの方はステージに立ってる私たちしか知らないから、そのどれだけ努力してるとか陰でどれだけ頑張ってるとかさ、あんまり把握できないところがあるけど、あの曲の時はなんかみんながさ分かってくれてる気持ちがしてさ、もう本当に嬉しいです。私はありがとうございます、シアターの女神。はい、そう、そんな感じでシアターの女神あって、あとは私は桜の花びらたちかな、はい、に出まして、そう、本当に桜の花びらたちはもうという感じです。でもそれの前にね、ある発表がねあったんですよ。そう、実は新公演が12月にあるんですけれども、そちらの初日メンバーが実はそこで発表されまして、はい、まあなんとですね、私は選ばれなかったんですよ。うん、そう、まあ、それについてさ、みんな聞きたいこともたくさんあったと思うんですけれども、そう、でも本当にツイッターに書いた通りで X に書いたんだけどさ、そう、選ばれなかったんですよ。そう、でも私も
私は先ほど言った通り、私は皆さんの太陽になる気持ちで毎回全力パフォーマンスを公演にはかけているので、まあオーディション、オーディションっていうの、なんかセレクションみたいなやつがあったんですよ。そう、でもそこでもね、私は皆さんにいつもパフォーマンスをする気持ちでパッとドドンとパフォーマンスさせていただいたんです。そうだから、なんかオーディションっていうかセレクションっていう気持ちというよりかは、もう本当にいつもやっている公演の気持ちで挑んだんですけれども、そうでもね、選ばれなかった、まあ悔しいですけれども、でもその分ね、皆さん、まあ、まず本当に皆さんには申し訳ない気持ちです。皆さんが多分きっと初日目に選ばれてたらもっと嬉しかっただろうし、いや日向ちゃん選ばれてほしかったって気持ちもあると思うから、本当に申し訳ないし、初日面の方が出るよりかは後に出ることになるのでお待たせしてしまうっていうのもあるんですけれども、でもまず安心してほしいのは、今までと変わらず私は元気に全力で活動していきますし、公演も大切に立っていくので、そこは変わらないので安心してほしいし、まあそれ以上にね、私の初日の時にはもう誰にも負けねえよって、誰にも負けねえよっていう気持ちで全力で立つので、ぜひともその時には見に来てほしいなと思うし、うん、まあ私の良さを知ってるのは多分一番分かってくださってるのはファンの方だと思うから、ぜひね公演見に来て、やっぱりひゆかちゃんいいねって思ってもらえるようなパフォーマンスをしていけたらいいなと思うので、それまでぜひ皆さんお待ちしていただけたらと、ね、お待たせしちゃうんですけれども、待っていてくださったらと思いますし、その間にね出張公演がございますから、もう先日茨城にも行ってきまして、次福井ですよ。そうだから皆さんにパフォーマンスをお見せする場はちょこちょこあるので、まあ、そういうところでね、どんどん私の良さだったりとかをお見せできたらいいなと思いますから、はい、でもまずは本当に申し訳ない、私のまあ完全に普通に実力不足だと思うし、そうだからもっと磨くっていうか、ポジティブに捉えるとね、もっと伸びしろがあるというか、そうなんで選ばれなかったんだろうとか、自分のパフォーマンスを改めて見直す機会にはなったので、はい、そうなんか結構ね心配してくださった方もいらっしゃったんだけど、そう全然今切り替えて頑張っているので、はい、ありがとうね、みんなありがとうね、いつも逆に応援ね、本当に頑張りますよ、私はありがとう。そう伸びしろ、そう切り替えが大事、伸びしろがあると思ってね頑張りますから、ぜひとも今後とも応援よろしくお願いします、待っててくださいはい、まあ、そんな感じで桜の花びらたちもやりまして、もう桜がね涙で見えませんでしたよ。そうまあね、ゆうりさんの言葉とかがいろいろ染みたりしてさ、そうみんなのこと思いやってくださってるんだろうなと思ったし、あとファンの皆様の温かい目線がさ伝わってさ、そう桜の花びらたちは涙の花びらたちになっちゃった2番でしたね。うん、まあそんなこんなで劇場ラストは終わってしまいまして寂しい。でもリニューアル期間に入っておりますが、現在なんと出張公演私もう始まっております。出張公演始まっております、出張公演始まりました。なんと私はね茨城県にもう行ってまいりました。ていてい、はい、本当に頑張りました。はい、もうね出張公演だからさ、すごい劇場じゃないわけじゃないですか。だからどんな感じなんだろうとか思ったけど、やっぱりね空気感は違うよね。うん、やっぱりあ違う劇場じゃないけどと思ったけど、でも逆になんか新鮮で楽しいなと思いましたね。そう柱もないから、うん、まあ、みんなはどうなんだろうね、見やすくなったとかあったのかな、ちょっとどうなのか分かんないけれども、そうでも新鮮で、まあでもかつ皆さんのコールとか優しさとか温かさはマジで変わってなかったのですごい良かったですね茨城。そう集合写真を撮るときに外で撮ったので一緒に外に出たんだけど、めちゃ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 自然豊かで
空気が美味しくて空がめっちゃ綺麗で、私写真をお月様の写真を載せたんだけど、お月様が見えたんですよ、お昼なのに。めちゃめちゃ綺麗でした、うん、だから福井もね、なんかそう思ってもらえたら嬉しいなと思うし、福井のね、あの有名なものとか場所観光とかしてもらえたら嬉しいなと思うんですけれども、もう間もなくだよね、福井も17です、楽しみよ。そうという感じで、まあ、茨城はね、美味しいものもめっちゃあったの、ね、水戸にぎりとか、そう、あとモホピョンさんがプレゼント差し入れしてくださったやつとか、クリームパンめっちゃ美味しかった。え、こんな美味しいんですか、いいんですかって思ったけど、めっちゃ美味しかったです。そう、あとはやっぱり、納豆をね、その日の朝は食べて行ったんですよ。だから納豆を食べたんですよね。そうだから
一旦病んだのでお話しさせていただくんですけど、皆さん怖いコメントはまずやめてください。すいませんね、怖いコメントはおやめください。で、ちょっともしかしたらなんか再会、なんかちょっとマジで家の中でやってんのかなっていうぐらい、あの結構近めに聞こえるので、ちょっと一旦これもしかしたらまた再開するかもしれないので一旦配信終了いたします。ごめんなさい皆さん。はい、なのでちょっともしかしたら今日終わるかもしれなかったら9時からもう一回再開させていただきます。はい、再開ありえんのよ、絶対ありえるからちょっと待ってねっていう感じで、あと怖いコメント本当にやめてください。なんか特定とか、あの本当に怖いんで通報させていただきますよ。本当に本当に怖いんで本当にやめてくださいね。はい、それだけはよろしくお願いします。ということで一旦終わります。でもしかしたら今日無理そうだったら明日お話が終わりに配信しようと思うので、ぜひとも皆さんお待ちしてください。そしてね、この間にぜひドボンプレイしてください告知も忘れない、ぜひドボンよろしくお願いします。ちょっと今頑張っているので、ということでね一旦終了するよ。 あとこれの切り抜きもやめてくださいね、よろしくお願いします。ではみんなグッバイ、ありがとうございました。本当にごめんね、ちょっとまたリバースとかツイッターに出現するのでそちら見てください。またね。